皆さん、ごきげんよう。今回は、すごい顎の持ち主が、スレを立てたよ。スレを立てた一致は、すごい顎にする方法も解説？すごい顎ってなんだよ。って、気になってきましたよね。気になりますよね。ね。さあ、行ってみよう。俺の顎ってそんなにすごい？言うほど？いいラインあるやつは、勝ち組。よっしゃ勝ち組。それ、いいラインか？ボマー。ひど、お前か。開始。あだ名は？バカウケ、三日月、城之内、ゲンスルーなど、様々よ。バカウケ。本物のゲンスルーかよ。本人？イッチがあだ名を公開すると、ざわつき始めたスレミンたち。何を隠そう、このイッチは、以前にも2チャンネルを賑わせた、最高？の、顎の持ち主なのだ。それにしても、ハンターハンターのゲンスルーに、クリソツすぎ。本物だ、落ちた。マジで本物かよ。ゲンスルーの、鋭利な顎見ると、なんだか安心する。まだ覚えてるやつおるんだな、これも顎のなせる技か。強烈な個性だもんな、ある意味羨ましい。本物かよ。前来たのいつだっけ？もう半年とか？ここにはよくいるけど。じゃあメガネもかけてるのか。こいつもボロボロになった。あれ？イケメンじゃね？城之内のコスプレでコミケ出てほしい。いつもより、フラッシュきつくない？電球の真下にいるから、どうしてもな。これやってよ。なんか、クッキングパパみたいになったな。覚えててくれたのが、よほど嬉しいのか。スレミンの要望に、ノリノリのイッチ。わろた。にこやかでわろた。俺は逆に、顎が突っ込んでるから、正反対だな。キスしたらちょうどハマりそうだな。いい顎してるな。顎で氷とか割れそう。顔マークとのコラージュ作ったの俺だよ、久しぶり。おお、あの時の、あれはよくできてたなぁ、サンキューな。画像で回って周りにバレた？いや、何も言われないな。普段は顎ちょっと引っ込めてるからかな。そこは普段から、全力で出してほしかった。引き出しかよ。顎引っ込むのかよ。ロングロング顎を。もう働いてるの。おかげさまで立派なシャツくよ。あの時はまだ学生だったから、顎も伸び伸びしてた気がする。人前よう。言えよう。使い分けるとは、さすが、ゲンスルー。感動した。これどうなってんだよ、マジで。なんでこんな、研ぎ澄まされた顎になったん？どうやったのか教えてほしい。すごい顎になる方法？需要があるかはわからないが、やり方を教えてくれたぞ。こめかみの骨を前にずらして、顎の肉を下に下げるって感じで、手動式で割ろた。これ、徒競走において反則だろ。おかげでフライングで失格よ。顎で反則。顔にムーサできたの？できてないぜ。顎だけじゃ厳しい世の中なのよ。ボクシングやったら、顎がパンチを迎えに行きそう。そこで、フェイントで顎を脱出する。なんて高機能な顎なの。さて、いかがだったでしょうか？一見コンプレックスに見える、長すぎる顎を、チャームポイントとして、スレを盛り上げたイッチ。イッチが教えてくれた、すごい顎にする方法を試してみたけど、意外と難しかった。きっと、試したのは私だけではないですよね。あなたは、すごい顎にできましたか？もしよかったら、コメント欄で教えてください。それではまた。近年、断捨離やミニマリストが話題となり、不要なものを持たない人たちが増えていますが、今回ご紹介するのは、全く逆の不要なもので溢れ返ったお部屋自慢、のスレです。お部屋に対してただならぬ熱意も持った一致と、それに対して反発共感するスレミンたちで大盛り上がり、見たことない衝撃的なお部屋が連発？さあ、心していってみよう。俺のお部屋に勝てるやつもトム。麺作りは食ったばかりだろ？いや、1週間ぐらい前。一致から送られた衝撃的な画像と発言に、続々とスレミンたちが集まってきた。ゴミ置き場。負けた。片付けろよ。レベル高え。5は机の上片付けるだけでだいぶ違ってくるな。一致はなんかもう終わってるレベル。え？部屋なのこれ。ゴキブリちゃん大喜び。絶対夏やばいだろ、虫が湧くレベル。カップをちゃんと重ねるなんて綺麗好きなんだな。あの衝撃画像から一致の良いところを探すなんて。
ジーン。てか、なんでゴミ捨てないの？臭いだろ。勝てねえ。おいおい、ビッパーなら、俺以上のやついると思ってたんだぞ。スレミンの忠告なんてなんのその、お部屋にとてつもないこだわりを持っているようだ。勝ち負けとかどうでもいいから片付けろ。単純に物が散らかってんだったらまだしも、せめて飯とか食いもん系だけでも片付けろよ。俺の爽やかなお部屋。お分かりいただけただろうか？画面右の方、奇妙なテープの文字が。マリモ在中ってなんだよ。マリモ在中が妙に気になる。いいね、部屋をダイナミックに汚してる。ようやく登場した一気好みのお部屋にご満悦のようだ。食い物の残骸が見えないからまだいいね。最低レベルだな、上から。飯のゴミくらい捨てろよ。ゴミ屋敷レベル。こう、ゴミ袋にまとめるだけでも清涼な気分になるぞ。部屋の半分ゴミ袋の山になるが。俺でも夏に向けて片付けたぞ。暑くなってくるといろいろ出てくるからね。マリモ在中って書いてるけど、本当は大量の虫と1ヶ月間虫腐らせた食材が詰まってたんです。さすがに買い替えてきれいにしたよ。俺の爽やかなお部屋とは？全然爽やかじゃなかった。ガーン。部屋に冷蔵庫羨ましすぎる。ゴキブリ発生がなあ、綺麗にしてたって出るときゃ出るんだろうけど。働いてんの？2ヶ月ほど働いてない。とりあえず掃除しろよ。俺もひどかったけど今は机の上に缶とペットボトルが大量にあるだけ。せっかくここまで来たのに少しもったいなくて。もったいないもクソもあるか。どうしてこうなるのか、どこで寝てるのか、どう生活してるのか、皆目見当がつかない。一気の振り切ったお部屋への熱意がスレミンにも伝わったようだ。お部屋？はあ、はあ、もっと見せて。上には上がいるものだな。まあ今は片付いてるけど。物が少ないゴミ部屋が多いな。うちは食べ物系は散らかってないが趣味の物が多すぎて片付けられないお部屋だ。おめえが汚すぎ、ものすごい敗北感。枕のシミ、それと、その猫の尻尾みたいなシミなんだよ。ただの赤、半年近く風呂に入ってなかった。黒い筋は抜け毛、現在はゴミ屋敷を部屋から脱出した。今では毎日風呂に入ってるし、洗濯もしてる、掃除は週に1回ぐらいだけど、あとあたし引き面ヘラ。あ、あれが女子の部屋？女かよ。どうよ。首折れた。おらよ。お前んち天井低いな。おら。サラダ油のボトルもあるね。視覚的にバランスがいい。どんな匂いする？一致の絶妙な言葉チョイスにだんだんお部屋が素敵に見えてこない。エアコンかけっぱなしだからかわからんけど、昔からあんま臭くないと評判。タバコ臭いけどな。のぐそしても大丈夫そうだな。ほとんど食料ってのもすごいな。5倍とかすごそう。なぜゴミをゴミ箱に捨てないのか理解できん。グーの根も出ないとはこのことだ。酒は俺の出番か。俺の部屋ってまだ綺麗な方だったんだな。片っ端から捨てたいです。やだ、このスレ臭い。つうか、お前ら病気とかなんないの？野菜ジュース飲んでるから意外と健康だよ。そして飲み終えたゴミを、ボイ。こうした環境こそが、屈強な肉体を作る。マジキ、ガチラホラ。こういう部屋の人ってゴキブリ怖くないのかな？怖い、ゴキブリ出たら大声で叫んでしまうくらい怖い。テントウムシみたいな謎の虫を1日に4匹以上目撃するようになったから、ゴールデンウィークに掃除した。そしたらベッドの下に落ちてた枕カバーに大量に毛虫みたいなやつの抜け殻がついててキモかった。床前に発見したら気絶してたな。スレミンの衝撃体験の告白を最後に、このスレは幕を閉じていった。さて、いかがでしたでしょうか？終始衝撃的なお部屋画像のオンパレード、一般人の私たちには理解できない美的センスを持ち合わせているみたいですね。今回のスレのキーワードはこちら。食べたゴミはゴミ箱に。彼らの部屋よりマシだからと、散らかしっぱなしはやめようね。それではまた会いましょう。皆さんごきげんよう。突然ですが、皆さんは小さい頃、どんな子供でしたか？大なり小なり個人差はあると思いますが、一度くらいは悪事を働いたこともあることでしょう。
そこでイッチが悪童ナンバーワンを決めるべく、面白いスレを立ち上げた。子供のいたずら程度でしょ、と思ったが、人間性を疑う行為が数多く投稿されるなど、スレ内はカオスな展開に。それでは行ってみよう。自分が小さい頃やった畜生行為で一番闇深だったのが優勝。温泉とかに置いてあるシャンプーやリンスの容器に水を入れる。嫌いな奴の靴の中に画鋲を入れる。小学校のトイレットペーパーを大量に持ち帰り家で使う。小学校の頃、他の子の弁当をトイレに廃棄。おやおや、しょっぱなからえげつない畜生行為のオンパレードである。少し怖い気もするが、続きを見てみよう。小学校低学年の頃、昼休みに走り回ってる奴がおったんやけど、バレないようにこっそり後ろ足でそいつの走ってるとこ引っ掛けたらぶっ転げて、机にドーンって衝突して全治1ヶ月くらいの大怪我おったことやな。ありがちやけど。なん、芸人って4本足なんか？草生えた。逃げてる相手に投石して後頭部直撃、血まみれ。なめくじをひたすら潰した。好きな子の椅子舐めた。親の財布から万札結構抜いてた。好きな子の笛を舐めた。という話は聞いたことはあるが、椅子を舐めるなんて聞いたことないぞ。カエルの肛門に爆竹刺して点火なんて雑魚やったか。植木鉢におしっこ。習字塾サボった。アリの巣穴に対する攻撃はみんな通る道だよな。ぐーわかる。このスレミンたちがまともな大人になっているか心配だ。怒られたのを根に持って友人数人だと怒った相手の家行って生卵ぶつけまくった。木刀持って追っかけてきたから追いつかれない程度に逃げつつ生卵で迎撃して最後は逃げ切った。もっと怒られるやんけ。当時は捕まらなきゃセーフ、人盗みさえやらなきゃ警察には捕まらないと思ってた節があったからな。近所ではなかったし、老人一歩手前のおっさんやったから舐めてかかってたわ。悪いことしたわ。闇深じゃなくて罪深じゃないの？親がいない時にばあちゃんが飯作ってくれたら全部目の前で流しに捨ててた。畜生すぎて草。我こそは一番とばかりに畜生エピソードをどんどん投稿するスレミンたち。共感とツッコミを受けながらスレはさらに盛り上がりを見せていくぞ。授業中前の席の寝てる女の子の髪ハサミでチョキチョキ切った。めっちゃ泣かれた。大便器にサランラップ敷いた。田んぼでカエル探してひたすら吹きや。家の上から通行人にバーカって言ったり、唾を吹きかけたりした。 CC レモンの空き缶に小便入れて弟に飲ませた。スーパーの値札表示いじる。服屋の服に鼻くそつけまくった。カラスに石投げた。そしたら続々と仲間が集まってきて襲われたわ。やっぱり一番あかんかったのは友達の家の財布盗んだことやな。バレなかったからええが、今では反省しとる。マージャンファイトクラブで負けた相手の店行って喧嘩。畜生多すぎてさ。間違いない。シャワー中のやつにこっそりとシャンプーを上からかけて延々と泡が消えないとかいうのやってたな。こんな時間に2チャンネルやって親に迷惑かけてる。幼稚園児の時に親の金盗んだけど結局白状して泣かせたくらいやな。ニートやってる今の方が畜生行為や。後ろめたい感情を持っているニートならまだマシな方だ。クラスで飼い始めた若いハムスターと、ワイン地で飼ってたオイボレハムスター取り替えた。日本酒の蓋に画鋲刺してコマにするのが流行って、珍しい蓋欲しさに近所の酒屋で蓋を抜いて盗みまくった。鼻くそを椅子の裏側につけてたな。近所のガキを見ると吠えまくって、地元のガキにクソ嫌われてた犬に、人間の食い物が毒やと聞いてムカつくからはよしたろと思って食い物毎日与えてたわ。なお1ヶ月前うちにワイに懐いて、ワイにだけ吠えなくなって、あいつは動物使いやと噂になった模様。妹のままごとセットの茶碗に水入れてストーブに乗せて湯を沸かそうとしたら溶けた。家族で出かけるときパッパがワイに引っかかってくれんかったから、いつも知らないおじさんの後ろについて自動改札突破してたけど、今考えると闇深いわ。ほんまのこと言えないやつを襲う。最後は人間の闇に触れたところでスレは幕を閉じた。さて、いかがだったでしょうか。多かれ少なかれ、幼少期に興味本位でいたずらをする行為は誰しもが通る道とも言えるが、今回のスレを見て自分はまだマシな方だと胸を撫で下ろした方も多かったことだろう。また何気に一致の畜生行為が一番可愛いと思ったのは私だけだろうか。もしよければ、あなたの小さい頃にやったいたずらをぜひ教えてほしい。もちろんやらないに越したことはないので、良い子のみんなは絶対真似しないように。キリがいいので今回はこの辺でお開きとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。